王てるは、中華人民共和国の政治家。元全国政治協商会議常務委員。夫は、第二代中華人民共和国主席を務め、文化大革命で非合の死を遂げた、劉少期。息子は中華人民共和国解放軍上将の劉、元、北京で生まれ育つ。父、大内正は、早稲田大学小学部への留学経験があり、中華民国の高官であった。 オーテルミの生誕時に父はワシントン会議の随行員としてアメリカ合衆国に滞在中でテルミの名前はアメリカにちなんで付けられた。十人の兄弟姉妹の六番目で最初の女子であった。オーテルミは王地、マサの三番目の妻との愛の子でイボ兄が二人いたが母は繊細の子も実子と区別せずに養育した。王テルミは後年自身が 幼少期と結婚して育児をした際に母の影響を受けたと述べている。北京の婦人大学で原子物理学を専攻し、大学院に進んで理学修士の学位を得る。当時の婦人大学では、講義や学生寮での生活でも英語が使用されていた。1946年1月、語学の才能を見込まれて、知り合いの中国共産党員から国民党、共産党、 アメリカによる三者会談の実務者協議で通訳を依頼される。当初は微暴力の翻訳などを手掛け、3月からは要件への通訳を担当するが、朝廷の不調により同年夏に実務者協議は終了する。博士課程でのアメリカ留学を考えていた、大テルミニはすでにスタンフォード大学とシカゴ大学から入学許可が下り、奨学金の取得もめどがついていたが、 迷った末に、それを取りやめて、共産党の本拠のある延安に行くことを決め、11月に延安入りする。延安では、軍事委員会外事務に属し、事務処理と通訳が業務であったが、1947年3月に国境内戦で共産党が延安から撤退した際には、山西省の農村で農作業の支援など、土地改革工作に約1年従事した。 1948年3月、共産党の中央工作委員会のあった、河北省立平県に移動、再び軍事委員会外事組に戻る。この時期、劉少期と親密となり、同年8月21日に、県平県で結婚した。結婚後は、中央弁法庁に移り、劉少期の秘書となる。また、劉少期が、以前の妻との間に設けた子女のうち、 幼かった二人を引き取って育てることとなった。さらに1949年には、ソ連に留学していた、もう一人の女子も家庭に加わった。大手ルミ自身は、劉少期との間に一難三条を設けている。1964年に訪中した、タンザニアニエレレ大統領と1959年に、劉が国家主席に就任すると、ファーストレディとなる。 1962年9月にインドネシアのスカルノ大統領夫人のハルティニが訪中した際、ホスト国の接待役として訪問先に同行し、人民日報の紙面に連日報じられたが、これに毛沢東夫人の後世が反発し、数日後に後世は毛沢東と共にハルティニ夫人を艦隊、初めて公式の場に現れることになった。1963年春に、 竜がインドネシアビルマカンボジア、北ベトナムの4カ国を歴訪した際には、訪問先でチャイナドレスを礼装として着用し、その美貌と堪能な語学力で国際的な注目を浴びた。1963年、共産党が社会主義教育活動である四世運動を開始すると、自ら希望して、河北省の人民公社で変名を用いて運動に参加した。 劉少奇が視察で国内を巡回した際に求められて、運動の経験を講演したところ公表を得て、党幹部の意向で運動の参考として文書化することとなり、1964年9月に党から正式文書として通達された。しかし、1966年に文化大革命が発動され、劉が実験派のトップとして批判を受けると、彼女も 攻撃の対象とされた。同年12月に党内に、王テルミを審査する王光美戦案組が設置される。1967年4月10日、聖火大学での批判大会に連行され、吊るし上げの対象になった。その前日、この話を伝えられた、劉少奇は、自分が死んだら、異界は海に撒いてほしいと家族に述べた。批判大会では侮辱のために、 外国訪問の際に着用したチャイナドレスを無理やり服の上から着せられた上にピンポン玉のネックレスをかけられる。これに対し彼女はひるむことなく耐え抜いた。だが暴力を伴った批判大会はその後も続き、同年9月には逮捕されて新城監獄に収容された。監獄では拷問で罪状を認めた調書が大光備戦案組により作成され、 党の会議で死刑の決定がなされたが、毛沢東は、寛容に処分を下し、行き証人として残すべしとして、これを認めず、処刑を免れた。1972年8月、夫の死を告げられる。大テルミが設けた死女は、全員文割期を生き延びたが、劉少期の以前の妻との子息では、カズトが自殺、カズトが投獄の後病死している。 文化大革命後の1979年に釈放される。翌1980年2月の中国共産党第11期中央委員会第5回全体会議で、劉少期の名誉が回復され、同年5月に家シジョと共に海に散骨した。その後は、全国政治協商会議常務委員や中国社会、科学院外事局局長などを務めたが、政治の表舞台に立つことは、 ほとんどなかった。一方、貧困家庭の婦人への事前活動、幸福皇帝に実家の骨董品の売却益を寄付するなど積極的に参加した。また、劉昇期の一家に親しく接してくれた総経営が1981年に重篤な状況になった際には、以前彼女が劉昇期を通じて共産党への入党を申請しながら叶わなかったことを思い出し、 病床で医師を確認して、雇用法に伝え、入党を実現させている。1984年、婦人大学北京交友会会長。2006年10月13日、北京で肺炎により死去。去年85。ありがとうございます。